皆さんこんにちは。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。多くのメディアにいて北海道新幹線札幌延伸開業が遅れるとの報道がされており、近日中に政府から公式に発表されるとのことです。実際に北海道新幹線の札幌延伸開業が遅れるとどうなるのか、今回はその多方面にわたる影響について考察をしていきたいと思います。それでは今回の報道の概要から見ていきたいと思います。日経新聞などで報道されているところによりますと、政府は2030年度末予定だった北海道新幹線札幌延伸を延期する方向で調整しているとのことです。具体的に言いますと、羊蹄トンネルで4年遅れなど各地のトンネル掘削での遅れが目立っているようです。また北海道新幹線の建設にあたりましては、これは北海道新幹線に限ったことではありませんが、インフレにより資材費高騰が進んでおり、建設費は当初の見込みよりも6450億円増の2兆3150億円まで膨らんでいます。そして札幌駅周辺では札駅の周辺開発、これは JR 北海道が行っておりますものもありますし、その他にもあります。また千歳で進んでおります半導体工場建設など、建設要員が不足しており、その確保が問題となっています。今回の北海道新幹線札幌延伸延期につきましては、これまで公式の発表はありませんが、札幌冬季五輪誘致断念によって北海道新幹線をその時期に合わせるような、そうした必要もなくなりまして、2030年度末という開業の目標、これはもうほぼ不可能ではないかというのは周知の事実でございました。そして今回この延伸が延期されることにより多くの問題に波及していくことが考えられます。こちらは北海道新幹線延伸区間、簡単な路線図でございますけれども、その周辺で起きております課題を整理したものです。左から順番に見ていきますと、先日報道がありました新幹線の函館駅乗り入れですね。これは実際に北海道新幹線とは直接的には関係しておりません。現段階では函館市が希望しているものに過ぎず、 JR 北海道の社長も現時点では不可能ということを明言しています。ただ新幹線乗り入れですから、当然その大元となります北海道新幹線の札幌延伸が進まないことには、函館駅への乗り入れという話も進まないわけで、そうしている間に JR 北海道の財政は厳しくなりますし、函館市の人口も減少していく一方です。つまり北海道新幹線の札幌延伸が伸びれば伸びるほど、北海道新幹線函館駅乗り入れというのも難しくなる一方ではないかというふうに思います。そして新函館北斗、長万部の間、こちらでは貨物専用線協議というのが行われています。並行在来線として沿線自治体は鉄道は不要というようなことをほぼ言っておりますので、実際にこの区間を鉄道として残すということになりますと貨物専用線となりますが、そうした枠組みがこれまでないことは皆様もご承知の通り、現在国、北海道、JR 貨物、JR 北海道の4社によってこの区間をどのようにしていくのかということの協議が行われていますが、具体的な目処はまだ立っておりません。この話を進めていく上で新幹線建設が伸びれば伸びるほど時間的な猶予が得られるということもあります。そして長万部駅と小樽駅のいわゆる山線と呼ばれている区間ですが、この区間では基本的にバス転換されることが決定しています。しかしながらそれを引き受けるバス会社というのが目処が立っておりませんで、これをどうしていくのかという問題があります。これも新函館北と長万部の間の貨物専用線協議と同じく、この並行在来線バス転換についての協議、時間的猶予ができるというそうしたメリットもあります。そして一方で倶知安駅の駅前広場の整備、倶知安町は以前から在来線を早く廃線にして新幹線の駅を作るにあたって駅前広場の整備を進めたいという意向を明らかにしていますが、その北海道新幹線開業が延期になればなるほど駅前広場整備の時間ができるという側面もありますが、一方で在来線の問題がなかなか片付かないということもありまして、倶知安町としては痛し返しという問題があります。そして札幌では札駅周辺整備というのがありますけれども、この開発が遅れるということも当然ございます。
このように新幹線駅が建設される自治体では、倶知安町をはじめとして町づくりのスケジュールに大きく影響いたします。これは大々的に開発を進めております長万部などにも同様のことが言えると思います。そしてこの北海道新幹線札幌延伸が先延ばしになるというのは JR 北海道の経営自立先延ばしということにもなります。と言いますのは JR 北海道の経営自立の条件として北海道新幹線札幌開業というのは必須事項というふうになっています。これに伴う札駅の周辺開発、鉄道外事業収益拡大も経営自立には必須条件となっておりますけれども、これも北海道新幹線が札幌まで来るということが前提となっている計画です。特に札幌駅の東側で建設中の高層ビルがございますけれども、これは北海道新幹線札幌駅、これも在来線の札幌駅に比べて東側にずれたところにできますが、これと一体的に整備されるようなものとなっています。つまり北海道新幹線の札幌延伸が進まないことにはこの札駅の開発も進めづらいという状況が続いていくわけでございまして、そしてそれは JR 北海道の鉄道外事業の収益拡大というのが遅れるということになりますので、こうしたところの見直しが必要というふうになってきます。そして並行在来線の経営分離も当然先延ばしということになります。先ほどもお話をいたしましたように経営分離が先延ばしになるということは貨物専用線であったり山線のバス転換であったり、こうした難航する協議時間のさらなる確保というプラスの側面もありますが、JR 北海道から見れば巨額の赤字路線をさらに数年維持するということで大変大きなマイナスを背負うことになります。例えば2022年度を見ると函館長万部の間で約53億円の赤字、長万部小樽で約23億円の赤字ということで2つ合わせると76億円という大変大きな赤字を背負うことになります。これが例えば北海道新幹線札幌延伸が3年遅れるといたしますと200億円以上の赤字が増えるということになります。そしてその延伸が遅れる北海道新幹線自体も新函館北斗駅止まりでは超赤字路線となっておりまして、2022年度の収支を見ますと約98億円の赤字ということになります。ですからこれも例えば3年遅れるということになりますと約300億円の赤字が増えるということになります。このように赤字がどん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 増えていき、鉄道外事業の収益拡大というものも見込めないということになりますと、当然のことながら2031年度を目標としていた JR 北海道の経営自立も先送りが必至ということになるわけです。その他沿線にも細々とした影響があります。例えばインバウンド需要が大きな倶知安から小樽での車両運用、これにつきましては私以前に倶知安と小樽の間を丸1日かけて山線の実態というものを調査してまいりましたけれども、倶知安のちょうどチェックアウトにあたる時間の列車というものが通勤列車並みに混んでいるといったことがございました。これ現在私が乗りました時には2両だったものが3両で運用されているようでございますけれども、これは北海道新幹線が札幌延伸すれば解決する問題だったわけですが、それが延期されるということになりますと、この在来線で何とか運用していかなきゃいけないということで、はっきりとした年数は分かりませんが、おそらくこの先10年くらいは現状での輸送体系での対応が必要になってくるのではないかと思います。そして山線のバス転換問題ですが、バスドライバー不足のこの問題が今後どうなっていくのか、この問題が好転する見込みは低く、バス転換がさらに難しくなる可能性があります。ただ一方で沿線地域の人口減少は加速しています。新幹線開業によって札幌、倶知安以外ではそこまで大きな影響はないと思われますが、新幹線の効果が得られるまで最低でも数年先送りということになりまして、その間も着々と人口は減少していきます。ただ在来線沿線自治体にとっては新幹線が遅れるということは在来線の維持できる期間が長くなるということもありますので、もしかすると新幹線ができない自治体にとってはこれがプラスになる可能性もあります。いずれにしましても人口減少は進んでいき、その間に新幹線がどん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 遅れるということになりますと、転換するバスが小型化できるということが考えられます。大型の路線バスではなくマイクロバスやもしかするとハイエース、
さらに言えばオンデマンドタクシー、こうしたもので十分代用可能ということになってくるかもしれませんので、そうなりますと逆にバス転換が容易になってくるという考え方もできます。こちらは北海道新幹線延伸区間における各自治体の人口減少というものを見ていきましたが、例えば2030年度末と言われておりました元々の新幹線開業、まあ、この時点であれば、例えば小樽市であれば対2020年の人口から見ると率としては 80% ぐらいになるわけですが、これが2035年というふうになってきますと人口の割合が 70% にまで減ってきます。まあ、このように、まあ、人口の減少の割合というのを見ていきますと、まあ、2030年という元々の目標だったところから、まあ、実際にそれが伸びるのが3年なのか4年なのか5年なのか分かりませんが、2030年と2035年では人口の減り方がかなり違ってきます。まあ、鉄道がなくなると街が衰退するということも一般的に言われます。実際に私はそこまで関連するとは思わないのですが、もし本当にそうなのであれば、在来線の自治体にとっては新幹線の開業が遅れれば遅れるほど良いということになります。そして最後に北海道新幹線札幌延伸が遅れた場合の影響ですけれども、先日お話をいたしました JR 北海道の中期計画2026、この中にある夢のある構想、新千歳空港駅のスルー化、札幌から新千歳空港、札幌から旭川の高速化計画というものがありました。これらの計画は北海道新幹線札幌延伸後の話となっておりました。 JR 北海道といたしましては、北海道新幹線札幌が開業するまではまずそこに注力すると、でそれが終わりましたらその他の計画としてこうしたものをやっていきたいということが書かれていたわけで、北海道新幹線の延伸が先送りということになり、さらに函館本線と北海道新幹線の赤字をさらに数年抱えるとなりますと、これらの計画自体が一体いつになるのやら、そもそも実現するのかどうかすら不明になってきます。 JR 北海道といたしましては、内部工場の移転などできることといっても、これも相当の資金がいりますのですぐにできるかどうか分かりませんが、北海道新幹線なしでもできることからやっていくということになるわけでございますが、これもなかなか難しい話ではないかと思います。そして北海道新幹線札幌延伸におきましては、東北新幹線とセットで最高速度が時速 320km から時速 360km へ上げるというような話もございます。これが先延ばしになりますと、こうした新幹線の高速化、この開発の時間的猶予というものも生まれるわけでございまして、時速 360km 運転というものがさらに現実的なものになるのではないかという、まあ、そうしたプラスの側面もあります。ということで、このように北海道新幹線札幌延伸が遅れるということになりますと、 JR 北海道自体に相当大きな影響を及ぼすことになる。また沿線自治体にも様々な影響が出てくるのではないかというふうに思います。近日中に政府の方から北海道新幹線札幌延伸、まあ、時期が具体的に発表されるのかどうか分かりませんが、何らかの発表があると思いますので、それを待ちたいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。